いいよいいよ、その案件。写真家の方ですか？あ、そうです。あ、やっぱりそうですよね。人間の写真は SNS でバズりますからね。せっかく水族館に来たんで、いっぱい人間を撮っておかないと。どういう写真撮ってんすか？あ、見る？俺のコレクション。はい。こんな感じ。え、なんで壺に入ってんすか？あ、動かないものが好きなんですよ。へえ、坊主の写真とかないですか？坊主の人はちょっと怖くて。まさか、ステイさんも恐怖症？そうです。サメあるあるっすよね。刺された。おう、展開の落差がマリアナ開口。私を覚えているか？ガニよ、ベジータ。被告人は3名の被害者の四肢を切断した後、行為に及び殺害よって極刑楽園送りとする。それは進撃やねん、裁判長。もう一人ぐらいやっとけよかったな。殺してやる、殺してやる。なんだあいつ。思い出した、俺は元死刑囚で極刑により脳を移植された。サメに。で、お前はあのバイタどもの身内か？そうだ、姉さんを殺したことを後悔している。後悔してねえ。あそれでいい。これでお前が死ぬことに何の罪悪感もない。とっととくたばれ、クソ野郎。復讐ね。いい顔するじゃないか。協力感謝する。警察署長、逮捕しなくていいんですか？この子人殺しましたよ。何？サメを一匹狩猟しただけだ。何も問題なかった。そりゃそうだ。復讐をしたいと遺族の頼みでな。構いませんよ。なぜあいつは人を殺め続けていたのだろうか。快楽のため。いや、単純に捕まらなかったからだと思いますよ。は、ところでどうです？この後飯でも。いや、結構。それは残念。では、失礼します。捕まらなかったから人を殺しただと。それはお前の日常の中に殺人という手段が当たり前のように存在していることを示唆している。それに感情はなく、まるで朝起きて朝食を取るのが当たり前。あー、ちょっと、まだセリフ途中なんですけど。